ゴーン G、何やってるの？対象は？違う！見ればわかるだろ。いや、わからないんだけど。やっぱモテモテになるにはすごい特技があった方がいいだろ。前にビームを出そうとして失敗したからな。今度は空を飛ぼうとしているのさ。まあ、だから特技のチョイスおかしいって。クラスに一人はいるすごい特技を持ったやつ9選、パート2スタート。わーい、さくらんぼだ、僕大好き。さくらんぼを食べるだけなんてペケッツもまだまだだな。食べる以外何があるのさ。モテる男はこれくらいできないとな。うわー、すごい超能力。すごいけど何の役に立つんだろう。さくらんぼのヘタを口の中で結べるやつ、これができるやつはキスがうまいらしいぞ。まあキスなんてしたことないから本当なのかわからないけど。すごいど、星5つ。なんか変だな。うまく吹けたらモテモテなのに。最後のソの音がファの音になってるんだよ。なんでそんなことがわかるんだ。僕絶対音感があるんだ。合体おじさん、絶対音感、聞いただけでその音の高さがわかるんだ。すっげえ。じゃあこれはラかな。じゃあ、あ、これは答えなきゃダメ。絶対音感があるやつ。どんな音でも音階がわかるなんてすごすぎだろ。すごいど、星4つ。ルイ、腕相撲しようぜ。僕はいいよ。そう遠慮すんなって、ほらやるぞ。いや本当に嫌なんだけど。ルイを倒して俺の男らしさを女子たちにアピールするんだぜ。それじゃあ二人とも見合って見合ってファイト。な、強い。はい、ルイの勝ち。なんでだ、なんでそんなに強いんだ。実は腕相撲にはコツがあってね。豆知識の力。腕相撲めっちゃ強いやつ。力の強さは男らしさの象徴だぜ。時々女子にもめっちゃ強い子いるんだよな。すごいど、星3つ。よし、この見本を手本にして書くように。どうだルイ、俺の書いた字男らしくてかっこいいだろ。ルイはどんな感じだ。それって見本？ああ、僕の書いた字だよ。うまー！習字が見本並みにうまいやつ。字の綺麗なやつは心も綺麗って言われてるよな。すごいど、星4つ。ペケッツ、おい、なに？じゃーん、わぎゃー、宇宙人。宇宙人はペケッツだよ。まぶた裏返せるやつ。目をグリってやるの怖くてなかなかできない。すごいど、星2つ。何これ爆弾？それはルービックキューブだ。色を揃えて遊ぶんだぜ。ちょっと貸してみろ。ここをこうして、ん、あれ、こうか。あー、もう全然揃わない。ゴーンジ、僕に貸して。はい、できた。すごー、ルービックキューブ揃えられるやつ。どこをどうすれば揃えられるか全然わからない。すごいど、星4つ。じゃーん、うわー、何それ、すごい綺麗。泥団子って言ってな、砂と水があればできるぞ。おい、砂なの？僕も作る。こうして砂を思いっきり固めて、こうすると、あ、ブラックホールになっちゃった。なんで？泥団子をきれいに作れるやつ、もはやこれは泥ではない宝石なのだ。すごいど、星5つ。ルイ、ペケッツ、集合だ。何それ、すごい。すごいだろ、これができるとモテるらしいからな。僕もやる。できない、どうやってやるの。コツがいるからな。ハトにモテモテみたいだね。指笛鳴らせるやつ。口笛と違って大きい音が出せるから注目させたい時に使えるぞ。すごいど、星3つ。何それ、なんで鳴るの。指の関節を鳴らしてるんだ。他にもいろいろ鳴るんだぜ。いやすごいけどなんかキモい。関節ポキポキ鳴らせるやつ。鳴らせると喧嘩強そうに見えるよな。すごいど、星2つ。ダウダウダウ。おー、まだやってる。絶対飛べるわけないのに。まだまだ。もうやめときなって。くそー、こうなったら俺の内なるモテたい力よ。今こそ俺に力を。すごい、なんか飛べそうな気がする。どう、やったのか俺。うっひょー、俺は飛べたんだ、飛べたんだ。ゴーンジ、大丈夫？ゴーン、起きてってば。ゴーン、ここは飛んだのは意識だったね。俺は飛んでたはずじゃ。
チャンネル登録お願いします。こんなに面白いのにチャンネル登録しないわけない。